はい、どうも、今回なんですけれども、乃木坂のですね、30枚目シングル、好きというのはロックだぜのフラゲビということで、A、B 通常版の各1枚ずつ購入してまいりましたので、開封していきたいと思います。狙いのメンバーなんですけれども、推しであります水木と、今回センターのカッキーは特に欲しいかなと思っております。他に狙っていきたいメンバーはこちらになります。それでは開封していきます。それではですね、タイプ A の方から開封していけたらなと思います。2枚しか購入してないんでね、どっちかでも先ほど言った希望のメンバーに出たらいいかなと思います。それではいきます。せーの。乃木ちゃん。あ、こっちです。5期生はね、全然持ってないんで、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。めっちゃ強いですね、この顔ね。ありがとうございます。まさかです。それではですね、もうラストにはなってしまうんですけれども、タイプ B の方も開けていきたいと思います。もう先ほどなぎちゃんが出ておりますので、もうなんか、誰でもいいやじゃないですけど、ちょっと余裕はありますね。はい。それでは開けていきます。せーの。ヤクボちゃんですね。ヤクボちゃん可愛いですね、これね。はい、ということで開封結果ね、こちらになりました。A がなぎちゃんで、B がヤクボちゃんという結果で、狙いのメンバーでね、開けたメンバー誰も出なかったんですけれども、なぎちゃん出たんで全然満足かなと思います。はい、ということでですね、好きというのはロックだぜの開封終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。